私の手作り。世界に一つだけ、プレミア感抜群。あなたが何人目で当てられるかが大富豪たちの賭けの対象。あなたはただ頑張って見つけてくれれば問題ない。乗ってやろうじゃないか。おっぱいハーレムへ。いざ行かん。早くして、誰か来ちゃう。これは、これがチャンピオンブラジャー。でもなんで私だってわかったの？大鶴さんの胸が魅力的だったからさ。稲谷くんでよかった。だから言ってるだろ、この子はニルちゃんといってゲームのレフェリーみたいなもんだって。あっそう、せっかくレポート手伝ってあげようと思ったのに。いた日もう知らない、バカ。待って、レポートは祭り様。ああ。うなだれている暇はない。大学へ行こう。怒られるんだろうな。ん？おう、待ってたぞ、稲谷。おはようございます。レポートなんですけど。そんなものはどうでもいいから、これを見て。じゃじゃーん、三日徹夜で作り上げた最新鋭試作機。いや、これモザイクかけないといろいろやばくないですか？誰に向かって話してるのよ。そこに誰もいないわよ。いいから早く装着してみなさい。はい。53万だと？そう、私の戦闘力よ。化け物め。かっこいいべ。すごいですね。それにしても何なんですかこれ？おっぱいスカウター。何ですかその名前。それより稲谷くんはどんだけおっぱいが好きなの？はい。何ですかいきなり。ちょっとここのボタンを押してみて。え？はやく。はい。なんで。年頃の男子としては健全な反応。これ、私のおっぱいはどう？どうって。好き？好きです。稲谷くんが胸ばっかり弛緩するみたいに見つめてくるから火がついちゃったわ。この町にいるという5人のおっぱいチャンピオンを探し出す。俺は今巻き込まれているこのゲームについて説明した。ここは日本中の金持ち、真のセレブしか通えない正真正銘勝ち組女子のための花園。しかも今は学園祭なんだけど、なんで俺はこんなところでこの子に捕まり事情聴取されているのか。確かに本物ね。だから言っただろ、本物だって。ま、ニルに手配してもらったものなのだが、招待状を見せて正面から入ったのに、入って一歩で人を拘束しやがって。わかった、ごめんなさ。なんだよ。だって見てみなさいよ。
ただの出店じゃ。学生じゃない。それに向こうの店、有名お好み焼き水月、それに高級和牛の可能。あのね、ここは超お嬢様学園なわけ、知ってるわよね。バカにすんな、それくらい知ってるよ。そんなお嬢様たちがさ、汗水流して出店なんかすると思う？まあ一言で言うと、うちの学生たちはエリート集団なの。お兄さんとはもともと住む世界が違うわけ。そんなところにあなたみたいな人が来たら、当然不審者って思われてもね。そういうあなたはどちら様で？私は筑豊織江、この学園の学園会長よ。織江ちゃん、食券なら俺とびっきりのを持ってるよ。え？はい、どうかしましたか？あ、ニルさん、ちょっと大変なことになってしまいまして。どうぞ。ご指名ありがとうございます、ご主人様。はい、待ってました。申し訳ございません。夏穂はメイドという立場でありながら、ご主人様のご子息に色目を使ってしまいました。え、それはチャンピオンブラジャー。これで私はご主人様だけのメイドです。ご主人様、お慕い申し上げております。しかし暑いな。あの、よろしければこれをお使いください。驚かせてすみません。ありがとう。君はここの巫女さんなのかな？はい、私はここの神社の宮司の娘で巫女をしております、早川幸恵と申します。何ですかそれ？気にしないで。おかしいな、先生のところに持っていくか。あ、ハンカチはそのままもらっておいてください。あ、え、違うんです、もう使いたくないとかじゃなくて、そうじゃなくて、父の誕生日プレゼントなんです。お父さんと何かあったの？もうずっと前から父とうまくそのコミュニケーションが取れないというか、ずっとそばにいるのに私の言葉が伝わらないんです。なんとなくしかわからないけど、これはお父さんに渡した方がいいよ。お願いしてもいいですか？え、できることならするよ。あなたから父にそのハンカチを渡してもらえませんか？わかりました。じゃあ俺はこれで。そうですか、それではお別れですね。寂しくなります。やだな、ハンカチきれいにしたらまた持ってくるよ。
飲み会だったのですよ。でね、その先輩がね、私のおっぱいばっかりジロジロ見てて。それはなんかこういうのもいいよな。祭りにはいろいろと迷惑かけてるし、世話になってばっかりだし、ニルちゃんにも炊事洗濯いろいろ世話になって、このまま時が過ぎていけば俺は幸せだな。あっ